かどんどんさ、イノベーションが進んでるような気がしますね。はい、だから、先生、手術すれば治るんですか？と思うんですけど、ちょっとやってみてまだ何とも言えませんね。で、いつも今日、手術する準備してますんで、お願いします。で、手術終わったら私電話しますからね。はい、携帯の番号も教えておいてもらって。私、携帯の番号知らないんですよ、自分の。申し訳ありません。娘が入れてくれたんだけど、で一応ね、うちはね、柔道職やってるから、一応毎日してますよ、はい、最初の2日間は電化ったけど、それからあとはだいたい6センチ、12センチ、10センチ、12センチ、14センチ、ただね、朝はまあ食べさせますよね、柔道食をね。自分では食べない、全然食べてくれないですよ。で、食べさせますよね。で、それはまあ収まってるんですよ。で、夕方ぐらいからさ、なんか興奮する、薬が切れてくるのもあるかもしれない。途中からあんまり違うので広かったから、私ステロイドを打ったね、13日夕方、はい、で打つとしばらくするとまた収まってくる。明日の移動も良くなる。で、あんまり打ちたくないんだけど、やっぱり14日も打ちました。ほんで15日もやっぱ見ててさ、またぜぜぜで言い出してくる。下の色が暗いからまた打ったという状況かな。で、やってるとせっかく食べたものがね、突出って言って出てきちゃうんですよ、音と違ってね、ポッポッてやって、それがちょっとあると。でもまあとにかくね、麻酔かけるの怖いんだけど、もうそんなこと言ってられないから、はい、絶対もチアノールでなくなっちゃいました、この状況だと。だから麻酔、最小限の麻酔にしてね、で口ガバッと開けて、でよく見させてもらった上で、多分軟口蓋が伸びてるから、ここを切り取って止血すると、そういう手術を今日やりますんでね。だから普通の子よりもちょっと手術のリスクは申し訳ないけど高いです。でもそこはちょっともう慎重に慎重にやってきますからね。で、手術終わってちょっと落ち着いたところでね、今日電話に入れさせてもらいますので、ね、先生はこれも番組あるんじゃないかいいです。全然私も自分では触れないので、ちょっとこれ どうすると依頼にスライドあった長じゃなくて、はい、どれにすると思うんですか？電話帳のこれはどこに書いてあるんだろう。知りません。あ、これだ、これだ、これだ。自分入れてます。あーっとしまっちゃう。これですね、多分。はい、それこれ記録しておいていいですか？一応自宅とこれと両方、はい、いいよね。あー、しまった、もう触せた。すごいね、反応するね、これ。すぐ消えるんです。8、3、3、7、8、4で。4でやろうか。